これは一話？これ一話です。作ってる途中。朝だけです。市場の目の前、便利。そうなんですよ、立地は結構良くて、ね、そう。あ、もうでも結構ルームツアーしててあ、これ一応玄関です。あ、玄関ですね。お邪魔しまーすで。あー、ハロー。みんなほぼ親戚です。おはよう。こんにちは。こんにちは。ごめんね。こんにちは。久しぶり。上手上手日本語。はい、ありがとうございます。はい、では、今日は。今日のゲストはお名前の方お願いします。はい、平尾彩音と申します。よろしくお願いします。彩音ちゃんです。よろしくお願いします。はい、あの彩音ちゃんとはあのなんだろう、インスタグラムとかでは最近つながったんだよね。そうですね。最近つながって、でこの前なんかスケートボードパークがオープンした時にあのね、そこで初めましてね。そうなんですよ。だからまだ全然なんか、うん、何にも本当お話ちゃんとしてなくて、ね、うん、でいつもまあこのバリロクっていうのは打ち合わせとかなしで、うん、急にインタビューするからドキドキですね。まずいことを言いそうだ。いや大丈夫です。なんかあのカットしたいところはカットできるんでちゃんとあのするんで大丈夫です。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はね、あやのちゃんのお家にあの収録に来させてもらってて、ここはスランガン。そうですね、スランガンっていう場所ですね。の、はい、なんか漁村なのかな。そうですね、みんな漁師さん、ま、そうですね、周りはもうほとんど親戚でみんな漁師やってる感じです、ね。そうなんだよね、うん、っていうことで、あやのちゃんはバリ嫁ということバリ一応嫁ぎました。そうなんですね、うん、まあ、そういうこととかもなんかいろいろ聞きたくって、うん、じゃあまず最初にバリにこう移住してきた、うん、あの時期と、うん、そのどうしてバリに来たかっていうのを教えてほしいんですけど、うんうん、はい、確か24歳ぐらいの時にちゃんと来たので、うん、4年前ぐらいですかね。4年前にあのちゃんと住み始めたのは4年前ぐらいで、初めてバリ島に来たのは7年前、観光で遊びに来て、でその時は、サーフィンを結構頑張ってやってたんですよ、うんうん、今は全然やってないんですけど、うんうん、サーフィンをやってて、一人で初めて海外、一人海外にサーフィンしに来て、その時のインストラクター先生が今の旦那さんなんですね。そうなんですよ。先生と生徒パターンだ、ね、そうなんですよ。で、まあ、その時は、うん、もちろん日本で仕事、うん、美容師をやってたんですけど、うん、そうなんですよ。でなんで夏休みと冬休みが5日ずつしかなかったんですよね、うんうん、その5日ぐらいでも無理やりバリ島に来て、うん、で、サーフィン楽しくなって、うん、また帰っては来て帰っては来てを繰り返し、旦那が気になっ て、そうですね。そうですね。だからだんだんサーフィンやめてってサーフィンよりデートするようになりました。それを何、付き合うことになったのは どっちから言ったの。そう、あと一応彼からだと思ってるんですけど、うんうん、でも初めてそのサーフィンの先生をお願いした時に、うんうん、私が逆難しました。逆難って言ってもその好きだよとかじゃなくて、うんうんうん、その日英語も喋れなかったし、うんうん、もちろんインドネシア語なんてできなかったので、うんうん、夜ご飯を食べるのに、はいはい、その時確かビーチウォークっていうクタ の、うんうん、モールができたばっかりの年だったんですよ、うんはいはいはい、確かで、夜インドネシアに着いて、うん、で夜ご飯がビーチウォークで食べた時に、うん、こっちでメニューに絵がついてないじゃないですか。そうで読めないんですよ。オニオンリングしか食べれなくて、だったんで、その次の日サーフィンやって彼に会った時に、うん、どこかおすすめのご飯一緒に食べに行かないって誘ったのが私からです。なるほど。はい。で、すんなり OK。そうですね。そう。じゃあそれが初デート。そうですね。でもまだその時は師弟関係。先生として。そうですよ。で
いつから付き合うことだったの？付き合ったのはバリ島に来て3回目ぐらいの時だったかな。で、それまではもちろん LINE はその時嘘ついて、あのやってないって嘘ついたんですよ。なんでそれは、なんか怖いなと思ってそうなんだ。で、なんか Facebook でやり取りしてて、で、なんかそういうなんか付き合おうよみたいな話になってから、すぐにここの家に紹介させ家族を急にじゃあ家族に紹介されさせられて、で、ちょっといきなり濃い話になっちゃうんですけど、彼はあのバツイチなんですよ。あ、そうなんだ。はい、で子持ちなので、家に来た時に子供がいたわけですよ。奥さんはいなかったの？離婚はしてて、ね、離婚はいないんですけど、家めっちゃ近所です。村の中なんだね。そうで、まあそうこうして、でもなんかまあ付き合うよってなって、でもう今までずっといます。最初どういう気持ちだったの？あの子供がいてバリの人で、そうなんですよね。それで付き合って、何だったんだろう。結婚にはどうやってなったの？そうですね。その時確かになんか。あ、子供いる人と付き合ったことなかったんで、まあでも離婚してるから、その時まだ3歳とか4歳ぐらいだったから確か。そうなんだ、そんなちっちゃかったんだ。そうなんですよ。なんでもう本当可愛くて、で彼は日本語がやっぱペラペラなので、別に何だろう、言葉は全然困らないし、でまあ可愛いねってやってたら、まさか結婚とか全然考えてなかったんで。別に海外の人が好きとかもなかったし、結婚願望もなかったんで、でもなんかもう成り行きに任せてっていうか成り行きに任せて。待って、ここで紹介されて、で一旦家に帰るんだよ、日本に帰るんだよね。そうですね、帰ります帰って、その次はまた旅行できたの？そうですね、旅行に来て、それも確かもう何回だろう、本当にもう10回は行ってないと思うんですけど、本当に何回かやって、で、それから何年かな、3年ぐらい、2年かな、2年ぐらいはそういう感じしてて、行って帰って、半年に1回ぐらいの行き来してて、で、その頃に、あ、そろそろなんかバリ島住みたいなと、若かったんで、謎にやっぱやる、できそうな気が、何でもできそうな気がして、とりあえず仕事辞めて、で、長期滞在でこっちに来たんですね。2ヶ月とかの滞在を何回かやってましたね。観光のビザで。そうですね。そうなんだ。じゃあニートです。もう美容師さんも辞めて。辞めて、で、ニートで。ニートで来ましたね。で、まあ、仕事も探しつつみたいな感じですね。やっぱり日本にいるときは、皆さんもそうだったと思うんですけど、求人情報が全然なかったんで、とりあえず来て、まあ、求人探すか、何か知り合いを増やして、なんかお話を、そういう話が入りやすい、状況にしたいなと思ったんで。なるほど。そうです。で、すぐ仕事は見つかりました？全然何社だろう、本当6社ぐらいネットで応募はしたんですよ、ホテルとか、なんとか。もちろん経歴もないし、英語も喋れないんで、もちろんダメですよね。全部落ちちゃって、全部落ち6個ぐらい落ちて、で、まあそこから知り合いの人の紹介で、ちょっと仕事についてつこうかなって時期もあったんですけど、まあ、ちょっとなんかこっちだとビザの問題とかもいろいろあって、まあ、ちょっとなかなかうまくはできず、で今このバリクラブっていう会社で今も勤めさせてもらってるんですけど、それがちょうど縁よく1回応募した時に不合格になって、でもう1回採用のなんかチャンスがあったんで、そのタイミングでギリギリ申し込んだら採用してもらってっていうので、今もうバリクラブはここが4年、4年もいるんですか。はい、もう移住してきて、ね、ちょっと1年ぐらいはブラブラしてからのもうバリクラブで今までって感じ。ずっと働いてますね。はい、ちょっとすいません、時系列が年数がちょっとずれてたら申し訳ないです。すいません。すごいな。でもよ、それで結婚したのはいつだったっけ？実は結婚したのは本当に1年半前ぐらいなんですよ。そんなの？そうなんですよ。新婚さんなんだっけ？そうなんですよ。ただ居候歴がめちゃめちゃ長いっていう。じゃあ移住してからずっとこの彼のお家に住んでて。そうなんですよ。それも、本当に彼のお母さんがすごいいい人で、まあ、家族がいい人で、最初はさすがにコスっていうレンタルハウスをこのスランガンで借りてたんですけど、1ヶ月
あのここ結構高くて、うんうん、2万円が円にすると2万円ぐらい、水シャワーで、そうなんですよ。で、まあ、一軒家で綺麗なんですけど、うんうん、水シャワーでそんぐらいしたんで、うんうん、お母さんがいやそれだったら同じスランガンだし、うん、お金もったいないからうちに住みなよって言ってくれて、うん、でからの、ほぼそうですね、コースに住んだのはもう本当半年ぐらいですね。そこからずっとここに、そこからずっとなんでもう3年半もっとかな、もっとかな、もっとは、それでじゃあなんでこの結婚が1年前ぐらいになったの？ああ、それがちょうど今の息子ができたタイミングだったんですよ、うんうん、自分の息子ができたタイミングで。なるほど、じゃあ赤ちゃんができたのに、そうなんですよ、ちゃんと籍を入れようということ で、 それはもうやっぱりあの日本の親に対して、うん、やっぱりなかなか付き合ってるのは知ってるんですけど、うんうん、そこまでなんかこう海外来ないタイプだったんで、うんうんうん、ちょっと何かきっかけがないとやっぱ結婚って言いにくいなとぶっちゃけ思ってて、うん、で、あ、ちょっとあの子供でき婚といえど作りたくてあのできたやつなんで、あの、そう、それであの報告っていう感じで、もちろん最初めちゃくちゃ反対されて、そうだよ、急に言われてね、そう、でもやっぱ孫生まれたらもう今デレデレで、あ、そうなんだ、まだ会ってないんですけどね。あ、そうだよね、コロナなんで帰れないもんね、うん、そうなんですよ。へえ、そうだったんだ。一応新婚なんですよそう、でもなんかその付き合ってから今まで、うん、なんか喧嘩とかはなかった？いや全然なくて。ないんだ。全然なくて、あの私はもうこのようにあの喋るので、うんうんうん、すぐ怒るんですよ、うんうん、でも彼は本当すごいずっとこういう感じで生きてるんで、うん、全然怒りもしない、悲しくもしないっていう感じでずっとこういう感じです、うん、私の怒ったのもピーって感じでいいねすごいすごいそうで、家族ともすごいよくあのどうすよく姑問題とかあると思うんですけど、うんうん、全然ないですね。へー、すごいな。この家今11人住んでるんですよ、一緒に。11人？え、何 LDK なの？え、全然全然どんぐらい、あの 2R ですね、あの こっちで言うと。ここはお家？これはあのワルンなんですけど、お店一応敷地内ですね。敷地内で、じゃあ住む部屋は 1,2,3,4。 そうですね、4ですね。4部屋に11人？そうです。11人？はい、あの1世帯1部屋ですねあ、家族が。そうです、兄弟の家族。ここ1、ここ1、ここ1ですすごい、ちょっと後で見せてもらいますめっちゃ汚いですけどねいや、ローカルのお家初めて訪問なんですよ。あ、本当ですか？よかった。もうぜ今日あの頑張って気合い入れてここだけ掃除してここだけですねありがとうございます。なんか新鮮、新鮮です。なんか困ったこととかないんですか？なんかこう家族はよくしてくれて優しいけど、いざ嫁に来たらこんなの困ったとか。いや、それが全然困ったことなくてむしろもうありがとうみたいな感じで今もあの息子、あと何ヶ月だ、8ヶ月なんですけど、うんうんうん、もうずっとママとか、うん、ママダメだったら弟の嫁、うん、弟の嫁ダメだったら親戚があやしてくれるんで、うん、そうだよね。こっちの人ってさ、なんか人んちの子っていう感覚がないんだよね。ないですね、ないですね。特にこのスランガンは多分ちょっと特殊で、この本当に親戚ばっかりなんですよ。あ、確かに島だもんね。島なんですよ、うん、なんでもう本当スランガンに入って、うん、たらもうほぼ知ってる人なんで悪いことできない。ないです、本当になくて。で、逆に困ったら助けてくれるし、唯一困ったことって、うん、そう結構言われるんですよ、うん、みんなにも、うん、そんなローカルの家族と11人で毎日暮らしてたらさすがに辛いでしょ、うん、みたいな、うんうん、困るでしょとかあると思うんですけど、うん、全然ないんですよね、うん、ただそのさっきも言った唯一思うのは、あの物がなくなりやすいそれなんか他の友達もね、バリに嫁いだ子がいるんだけど、その子も言ってたんだけど、例えばなんか冷蔵庫に自分でパパイヤで買ってきた日本の食材とかが本当にそうなんですよ、なくなるって。そうなんです、しかも結構大事に明日食べとこうと思ったケーキとかちょっと高いやつとかがなくなって。そう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 、それは言ってたわ、ね、で、あとはそうですね、あのいつもうるさいんですよね、うん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 、でも私寝れるんで大丈夫なんですけど、そう、物がなくなったり壊れやすいっていうのもあるし、うんうん、まあ、本当それぐらいしかないですね、本当に。なんか向いてるんだろうね。絶対そうだと思います。あの楽天主義だし、そうだと思います。で、私別にそんな綺麗好きでもないし、
なんだろう、結構適当に何でも、うん、あの言われるがままに、うんうんうん、別にこれしてとかもないし、うん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 、ご飯はママが作ってくれるし。そうなの？そうなんですよ。じゃあ何、主婦の仕事って何をするの？あ、でも何人間、あの服洗ったり、掃除したり、まあ、今はみんな 手分けしてやってるんだ。そうですね、そうですね。じゃあ育児も楽だね。育児に関しては本当に楽ですね。もうみんなにもおすすめしたいですね。ね、本当それは私は本当別に日本人夫婦で赤ちゃん連れてきたけど、それでもバリの人がすごいよくしてくれて、すごいす、それ本当にすごいです。なんかレストランとか行くと持ってっちゃうんだよね。ね、赤ちゃんをありがたい。先に食べて私あやしてるからみたいな。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。あれとかも日本にはない文化っていうか、本当にそう思います、ね。勝手に人っちの赤ちゃん持ってったら犯罪になっちゃうから。ね、でなんかそう、知らぬ間にバナナ食べさせてた。そう、離乳食始まってないのに。あげちゃったり。そうなんですよ。ね、まあ、ね、そういうのとかも、そうびっくりするけど、でも面白い、すごい。ね、そう、うん、だからそういうなんだろう、順応性があるんだろうね。ね、だといいですね、本当にね。ある種適当なんだと思います、自分が。あ、でも、うん、そういう適当さ加減がないと、うん、この島っていうのはちょっと厳しいよね。そうですよね、やっぱ。やっぱ完璧な人とか、そうなんか時間に。そう、ね、厳しい人は逆に自分が辛くなっちゃうかもしれない、ね、ストレスになっちゃうから。そう、そう思います。そうそう、確かに抜いててよかった、うん、もう本当よかったですよ、本当に。もうあんま出た、なんで出たくないですもん、この島から出たくないですもん。そうだね、でもスランガンって私もなんだろう、たまにしか本当来ないから、うん、何しに来るって、アサリとか買って。あ、そうですね。そう、アサリ買いに来るときぐらいしか来ないんだけど、うん、どんなんなんですかね、この町は。この町はやっぱ本当特殊ですね、本当に特殊、ね、なんだろうな。でもなんかほら、今来たら道路、うん、とかすごい綺麗になってて。そうなんですよ、なんか開発がすごい進んでるけど、ね、るなんかできるんですか、この周り。噂でしかちょっと言えないんですけど、うんうん、スランガンの入り口のところは、うんうん、これからなんか学校とか病院とかができるって、複合施設になるっていう噂がありますね。まだ分かんないんですけど、でもなんかやっぱりスランガン、やっぱサーフィンとか、うん、ウミガメとか、うんうん、その辺でやっぱ有名ですよね、うんうん、あとレンボンガン行くときに、はいはいはい、ボートが出てきたりね、そうですね、港あったりとか、うん、釣りしたりとか、うん、なんでも本当海系の遊びはもう全然楽しめます、ね、海も綺麗だよね。そうですね、まあまあですね、まあまあ、まあまあですね。ビーチはめっちゃ綺麗なんですけど、うんうん、今入れなくて、その工事で。そうなんだ。こっち側はやっぱちょっと生活なんていうんだろう、うんうん、あれが出たりとかもするんで、うん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 、サヌールの方がやっぱ綺麗かもしれない。あ、そうなんだ、こっちは。へそう、面白いですよ、ぜひ。じゃあこの中でみんな学校とかも。そうですね、あります、学校も。ちっちゃい、まあ、出ないんですか、じゃあ島。ほぼ出ないですね。あ、出ないんだ。出ないですね。出ないで暮らしてる。暮らしてますね。私はやっぱ日本食食べたいとかあるんで、うんうんうん、スーパー行ったりとか、はいはいはい、レストランとか出かける方なんですけど、うんうんうん、本当にここの人はほぼここで全部収めてます。はい、ほぼ。あ、結構便利なんですよ、やっぱ。一番大きいスーパーってどんな？入り口にあるミニマートっていう、いわゆるコンビニが一番。そうなんだ。で、向かいもパサールですしね。パサールで買うんだね、みんなお野菜とかね。地元の人はほとんどそうですね。面白いですよ。料理しないでいいって一番いいね。そうですね、私がでもさすがにずっとインドネシア料理は食べれないんで。そうだよね。そういう時は自分で自炊もしますけど、和食食べたい時、うんうん、もうそれ以外も最近はそうですね、確かにもうお母さん、うん、でもバリ式なんで、うん、朝作って夜までなんですよ。夜は冷たくなってます。まとめて作って、好きな時食べてね。そうです、そうです、そうです。でもまあその辺に何ブンクス屋さんはいっぱいあるんで、そういうのも食べたり、それ買って。でもショックだね、そうやってたまに食べたい日本食を冷蔵庫からなくなったら、うん、あ、そうなんですよ。めっちゃいいお肉とか。そう、最近すごい困ってる。そういう時どうする、怒るの一応。いや、もうしょうがないですね。もう黙ってんの？黙ってます、黙ってます。黙ってんだ、黙ってます。えらー。
だ自分のせいだなと思います。なんかだったらちゃんと保管しとけばよかった、うん、もっとちゃんと名前書いたりとか名前書いてたらさ食べないかな。食べないと思います。あ、本当、うん、とか綺麗な袋に入れてたらさすがに多分みんな食べない。面白いそうそうそう。でなんでかっていうとその冷蔵庫も共有なんですよ。あ、そっか、1個の冷蔵庫 で、 そうなんですよ。みんな詰め込んで、だからもうそんなに嫌だったら自分が冷蔵庫買うべきだし。そうだね。今もレンジも洗濯機もない生活してるんですけど、うんうん、洗濯はあ手洗いですよ。あ、手洗いです。すごい原始的。そう、あの桶買って桶でこうゴシゴシやってます。すごい。なんで結構この辺の人も、うん、あ、日本人が、うん、この辺の人のイメージって日本人お金持ちだと思ってるので、うん、日本人が手で洗うんだって思ってますみんな。え、好感度大じゃん。あ、もう大ですね。そうそう、あ、私結構だから本当に順応してると思うんですよ。ね、めちゃめちゃ好感度いい。そうそうそう、うん、いや 笑っちゃいますよ本当に。多分村の人に愛されるキャラよね。いや、たまたま良かったです。あのもう家族自体がやっぱもうスランガンで、うん、あの有名というか、うん、もう大体みんな知ってる顔なんで、はいはい、その奥さんだから余計、うん、有名人だね。それが日本人なんて、まあ、スランわかんないですけどね。でもスランガンの人みんな知ってるってことね。ほぼ知ってます、はい、すごいな。面白いですよ本当に。でちょっと仕事のことも聞きたいけど。あ、ぜひぜひ。そのバリクラブさんは何の会社なんですか。はい、現地のツアー会社ですね。ツアー会社、はい。じゃあこの騒動でさ、うんうん、どうなっちゃったの。いやもうゼロですね本当に。そうだよね、観光客が入ってこないから。そうですね。え、日本人相手の。日本人なんですよ。ツアーですよね。でも首とかならず。いや本当にあのそのオーナーが、うん、あの小島さんっていう方なんですけど、うんうん、もう本当小島さん あのおかげでというか、うん、あのそうですね、もう今は日本人私しかいないんですけど。そうなんです。小島さんと私しかいなくて、うんうん、あとガイドが、うんうん、数名いるんですけど、うんうん、今でもみんなあの雇用してもらって、はい、すごい。そうですね。で、あのなんだろう、直接本当は連邦岩島とか、うんうん、あの寺院とかの案内とかしてたんですけど、うん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 、今はできないんであのオンラインで あのツアーやったりとか。オンラインツアーでね。あとはそう、日本の方に向けて。そうです、そうです。とかあと YouTube やったりとか、うんうん、あとはなんかコミュニティみたいなやつを作って、うんうん、なんかその Facebook なんですけど、うんうん、あのみんなこうちょっともうちょっとディープな話を、はい、あのしようみたいな感じでライブやったりとかなんかいろいろ投稿したりとか。そうだよね、そんぐらいしか今はできないもんね。そうですね、本当に本当に。あのね、なんかみんな行きたい行きたい病の人が多くて、ね、本当でこっちは来てほしい来てほしいですね。だけどいつも延期になるから。そうなんですよね。まあなんかだんだんと ねなんかちょっと兆しが解除がね、そうですね、進んできたから、まあ、いよいよかなとはね、本当ですね、夏に向けてと思うけど、うん、どうなんですか、あの11月に再開するっていうのはどうなんですかね。ああまあすごい個人的な意見としてはやっぱ、うん、なかなか厳しいですけど、うん、でも日本じゃなくて、うん、あの他の国の方が、ね、あれってオーストラリアとか ね、うんまあ、それだったら、まあ、もうちょっと見える、うん、やすいですよね、うん、なんか日本の方はやっぱちょっとまだ隔離とかが ねちょっとあれがなかったらね。そうですね、ただでさえ自分もその5日の休みで来てた側だとしたら、そうだよ、そうだよ、なかなか休み的にも厳しいですよね。絶対無理であれは、ね、あんな長く休めないよ、日本人はね、特に ねいやもう本当に1日でも早く再会を ね願うばかりで、でもすごいですね、そう雇用を切らずに。あ、本当にもう社長のおかげで、はい、ね、いい社長さんですわ、ね、そうです、そういいな、私もずっと無職なんで。いや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 、本当この移住してきてからずっと無職なんです、夫婦揃って。あらまあでもでもね、誰も雇ってくんないといういや本当だって職ってすごい難しいじゃないですか。いや本当に最初の話に戻っちゃうんですけど、うんうん、本当に私経歴 なかったもので、うんうん、全然ダメで、たまたまそのタイミングって大事だと思うんですよね、いろんなタイミング、うんうん、だからその時たまたま最初は紹介してもらったタイミングもあり、でもちょっとダメだったけど、うん、
その次バリクラブに応募してダメだったけど、うん、もう一回応募したら大丈夫だったとか、じゃあ諦めなかったね、諦めずに、そのやっぱ人生ってやっぱちょっと名言っぽいんですけど、うんうん、タイミングだなと思って思ってて、全部本当タイミングですよね、うん、彼にサーフィンを教えてもらえなかったら、うん、今結婚してなかっただろうし、もう本当にタイミングってすごい大事だなっていうのを感じてます。すごい、すごいね。でも粘り強い、あのバリーにね今残ってる、うん、もう日本に帰国しないで残ってる方たちにインタビューしてるけど、うん、やっぱみんなね諦めない。そうですよね、うん、見てても思いました、うん、本当に、なんかね、うん、ダメって言われても、いやそれもそれが無理なんですみたいなダメって言われても無理なんですみたいな、本当に本当に、そのぐらい逆にこう言いのけるぐらいの力があるっていうか、うんうん、それがね現実を変えるんだろうな。そうですよね、熱意とか、うんうんうん、本当にそう、いやでもなんでこうさ一回再不採用にしたのをさ、うん、彩乃ちゃんをこう採用したんだろう ね。あでもそれは1回目に私が全然関係ない時期に応募したんですよ、うん、あの採用してますじゃなくて、はいはいはい、あ何もそうですよ、そういう、そうそうそう、別にあの探してないよっていう。そうなんですよ。でだからシンプルに、はいはい、あの今いっぱい今ダメです。なるほどね。そうです。で次のタイミングでもチェックずっとしてて、はいはいはい、あのすごいその時の店長が、うんうん、今も仲いいあの、うん、キコさんって方なんですけど、うんうん、あのそう丁寧にあのまたタイミングがあったらぜひ応募してくださいみたいな感じで言ってくれてて、でそんな何年も先の話じゃなくて。うん、ちょうど前の方が辞めるタイミングが近かったんですよね、はいはいはい、何ヶ月とかの後の話だったんで、うんうん、あじゃあもう今まだバリにいるしこれ私逆に雇わないでないっしょって逆に思ったんですよ、はい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 、私今ここにいるしって思って、はいはいはい、なかなか日本から呼んでこっち来てもらう、ねね、バイクもありますとかって、うん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 、自分のメリットをすごい書いて、はい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 、そしたらもうすぐに明日じゃあ面接みたいな感じですぐにトントントンって言って、なるほど、よかったよかったよかったんですよ。ちょうどそのキコさんもすごいあの決断力早い方で、うんうん、会ってその日に普通じゃあ後日連絡しますが、うんうん、もうその時に採用って言ってくれて、うん、すごいね、やっぱタイミングだったんだね。いや本当にそう思います。だからバリ島ってあのまゆみさんも最初このチャンネルの紹介の時にも、うん、多分おっしゃってたと思うんですけど、はいはいはい、結構来たらすごい楽しくて住みたいって思うんですけど、旅行とね違うんだよね。やっぱ違うんですよねそうだから最初やっぱその時まだ20初めての時は3医師だったんで、仕事し結婚してないし、仕事してないと住めない、お金もないし、だから絶対仕事は探さないといけない、住むにはって思って、でもずっと粘りっこくやってます。でもあれだね、こう大体私の周りに問い合わせ来る人はやっぱ仕事が決まってないと行動できない。あ、そうなんですね。そういうタイプの人が多いんですよ。やっぱ守りに入るっていうか、日本人はやっぱこうちゃんと保証がないと動けないみたいな人が多いけど、その飛び込めた理由はその仕事を辞めて、まず美容師を捨てて、うん、これもさ一大決心。そうです ね確かに。それで無職のまんまバリ島に飛び込むっていうのをどういう気持ちでこうできたのかな、若さだけ。あでもそれね本当に実は若さだけなんですけど、うん、でもそれ言っちゃったらね終わっちゃうから、まあ、あと愛愛やっぱちょっとうざかった、うざかった、うざくない、やっぱね好きな人いるっていうのは大きいよね。でですよね、多分多いと思うんですよ、やっぱバリ人の彼氏、インドネシア人の彼氏がいるっていう人すっごい多いと思うんですよ。でもやっぱなかなか踏み込めない人っていると思うんですけど、信じきれない、そう、ね、騙されるんじゃないかとか、そう、もう私これ騙されてもいいから、うん、やるだけやってみようと思って、すごい、まあ、仕事があればの話なんですけど、いやいやいや、でもね決まってなくても来たんだもんね。まあそうですね。えじゃあ最初の期間は何、貯金で暮らしてたの？あそうですね、そうです、貯金で、全然大した貯金じゃなかったんですけど、うんうんうん、でもバリだったら、うん、全然来ていけるじゃないですか、うん、全然、まあね、贅沢しなければ、うん、全然しなかったら、ね、うんうんうん、だからもう全然余裕で住めましたね、本当に、うん、すごいな。でもさすがに2ヶ月で来て、うん、1回で決まらないんで、はいはい、帰ってバイトして、はい、来て、はい、帰ってバイトしてって感じ。日本に帰ってたんだね、シンガポールとかで更新するんじゃなくて。そうです、そうです、なるほど、なるほど。なんで、まあ、ある程度ためなくなったらまたバイトして、で、まあ、でもまあそれも2回とか3回ぐらいしかやってないですけど。そうなんだ、そうそうそう、すごいな、すごい。
いやでも今だったらやんないかもしれません、ね、やっぱ若い時だからだよね。いやもう本当何にも怖くなかったですね。わかるわ、うん、私もそう渋谷で飲み屋をやったの26歳の時だった、うん、おーすごい渋谷 で、うん、そうでもあんなのな今考えると なんてことをしたんだって思うわけ。本当に本当にノリだけでやっちゃって後、ね、先を考えないでとか、うん、いやでも本当若さってすごいから、ね、強いから、うん、なんか本当に行きたいと思ったら、うん来た方がいいよ、ね、来た方がいいと思う。でダメでも全然帰ればいいだけだから、そう帰ればいいだけなんで、別にそれは失敗でも何でもないし、いい経験になったと思えばいいし、うん、そうなの、そうなの。なんかねこの守りに入って夢を叶えようとしなくなっちゃってることに私はすごく残念に思ってて、そうだからそういう人のこう指導士になればいいかなと思って、うんうん、まあすごいあやねちゃんなんてさすごいいいなんか例じゃない？え、本当ですか？本当なんか普通の美容師さんだった子が、ね、なんか仕事辞めて職業決めないで割と来て、うんでね、サーフィンの先生と結婚してローカルの家に住んでるよって。そうなんですよ本当にもう本当良かったと思います、ね、でも自分は本当にラッキーだったのかもしれないとも思いますけど、うんうん、でもあその時に話戻っちゃうんですけど、うんうん、本当に移住しようってでこれならいけるって思ったタイミングがあって、うんうん、あのコスグを借りてた時に、はいはい、敷地内にこのスラン館内に、うんはい、日本人の人がいたんですよ。夫婦でそれこそ、うんうんうん、でちょうど私が借りてたコスのと同じ敷地内に日本人の夫婦の方がいて、その人がすっごい人で今でも仲良くさせてもらってるんですけど、その人がいたからバリ島のこともっと日本人の目線で、うんうんうん、こうやって暮らせるよとか、なんか大丈夫だよ、病院はここがいいよとかっていうのを教えてくれたのもきっかけだったかもしれないし、なるほどね、安心材料だったんだね。そうなんですよ。いくら旦那が日本語できてあれでも、そういうところってさすがに日本人の感覚で、ね、じゃないですか。だからやっぱり来てそういういい日本人の人にも出会えて、もうちょっと生活できそうな現実的になったのもきっかけだったのかもしれないですね。その方はまだバリに住んでる、スラン街に住んでる、もうめっちゃ今でも、あ、すごいよ。日本人夫婦がスラン街に住んでるっていうのは珍しい、かなり珍しい。そうですね、大体みんな。でもスラン街は日本人の方結構多くて、うん、あ、多いんだ。多いんですよ、多分人数で言ったら10人ぐらいは普通にいると思います。10人いるんだ。いると思います。でも大体はやっぱバリ人の旦那さん、そうですね、結婚した方なん で、その夫婦だけですね、うん、日本人夫婦は。すごい。それが一緒のコスだったの。だったんです、敷地内だったんですよ。すごいね。そうだったのがすごい、それも本当良かったなと思って、ね、すごい引きがいいんだね。引きが多分良かったですね本当に本当に本当に。いやでもなんかこうハッピーにこんなローカルの人と暮らしててハッピーな人ってあんまりいないから、うんなんかみんなさ、ほらブログとか見るとさ、文句書いてる人多いじゃない。確かに確かに。そう、なんかそれで、ね、なんか、なんか自分で選んだくせにと思うわけ。ああ確かにそうですよ ね、まあ、だったら出ればいいし、そうなの、いろいろできます。そうなの、だからなんか、なんか嬉しいよ。すごい嬉しい。本当ですか？よかった。そうやってローカルと結婚してもこうやってハッピーに暮らしてるよっていうのを、なんか伝えてる人も少ない、うん、逆に、ね、いないんじゃないかなと思うぐらいでも結構自分の中でもローカルライフエンジョイしてるなとは思ってて、エンジョイしてる、すごいエンジョイしてるよでもそれって絶対ママたちのおかげなんですけど、一つ良かったなと思うのは、幸いにも言葉が通じすぎないっていうところはめちゃくちゃ良かったなと思って、ね、私もインドネシア語とバリ語もちょっとできますけど、ペラペラではないので、お互い日本語は全然できないので、喋ってること分かんないでしょ。そうだね。それが超絶いいです。小言が聞こえてこないのがいいよね。それ最高です。本当にそれ最高ですね。確かに。だから別に何にも思わないですね。じゃあハッピーでいられる。ハッピーです。ね、で文句隣で言われてても気づかないと思うね。気づかないですよ。めっちゃハッピーですよね、それって。確かに。私たちが多分言葉を覚えないのもそれがあるかもしれない。すごいハッピーですよね。ハッピーハッピー。そう。でもちゃんと伝えることは伝えれるっていうぐらいの言葉感覚がすごいいいなと思って。でも何どのぐらいで喋れるようになったの？日常会話は。ああ、でもどうでしょうね。彼とは、日本語です。100%日本語です。そうなの？じゃあ覚えず
辛くなかった？そうなんですよ。でもやっぱりこういう環境なんで、家族がいるから。そうですね、うん、どのぐらいだろうな。でも今でも完全ではないですけど、うんうんうん、まあでも1年2年ぐらいだ、1年2年ぐらいではもう全然困ることはないですね、日常でですね、す買い物とか全然そういうのは。どうしてだろう、私9年いるんですけどあ、じゃあここ泊まったら多分すぐできますよここ泊まったらホームステイしようかな。あと幸いにもその旦那の子供、うんうん、まあ、今もう息子になりましたけど、はいはいはい、その上の子供が、今日本語喋れるんですけど。あ、すごいいいね。すごいでしょ。で、彼がインドネシア語を教えてくれたり、うん、バリ語を教えてくれたりしますね、うん、それ彼の子供の様子見てたら、はいはいはい、なんとなく子供の言葉で覚えるんで、はい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 、めっちゃそれは先生ですね、すごい。そうなんだ、うん、ちゃんと意味があったんだね、一回結婚してたの。そうなんですよ、もう彼の子供はもうめちゃくちゃ優しくて、うん、結婚、多分今までも結婚できたのは、うん、多分その子供のおかげだと思ってて、うんうん、やっぱり彼の子供が自分のことをママだと思ってくれなかったら、そう、無理じゃないですか、うん、それでもう終わりだから、うんうん、子供がずっと2歳から出会ってるんです、うんうん、今9歳なんですけど、うんうん、もうママママってずっと言うんですよ、結婚する前から。へー、もうそれで、あ、じゃあもうこの子の、私はママだから、うんうん、ママやるしかないと思って。へー、2歳からだったらママでしょそう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 、ママだよ。いやー、でも日本語もペラペラ、今通訳とかも、うん、まあそこまでうまくはないけど、うんうん、できるぐらいなんで。すごいね。もう彼の子供があっての結婚だったなとは思って、怒りますけどね、すごい。え、子供に、その彼の子にも日本語で接してたの？ずっと接してました、日本語で。だから家庭日本語ができる。そうなんですよ、うんうん、なるほど。分かってなくても、うんうん、無理やり喋ってる彼も逆で、うん、私分かんなくてもインドネシア語でずっと喋るのが、うん、多分お互いにとってよかった。いいね、先生同士だね本当にそう思います、本当にいいな、そういう環境がうちにはないな、確かに。なんかね、お手伝いさんいるけど、うん、お手伝いさんにもジェスチャーの。ああ、そうなんですね。そう、今だけこれをこっちねとか 手振りで。でも、こっちの人って理解力すごいですよね。すごい、すごい。本当に本当に。そうなの、そうなの。だから、テレパシーじゃないけど、すごいですよね。それで分かってるの。そう。言わなくても、ね、なんか分かってて、すごいびっくりする、ね。すごい。本当にそれすごいなと思って。でインドネシア語もちょっと変でも分かってるし、うんうん、私仕事バリクラブでギリ島とかもロンボクのギリ島とかも案内したんですけど、そっち行ったら発音がダメだと全然通じないでしょ。そうなんだ。なんで、あ、バリってすごいみんな理解力すごかったんだなって、うん、それはあっちが悪いわけじゃなくて、うんうん、分かる分かる、ね、すごいですよね。すごいと思う、うん、だって私のうち配送とかするときに、はい、大工さんなんてもっと、うん、なんだろう、そうですよね、何バリじゃないんですよ。そうですよね。イスラムジャワとか、ジャワの人、そうですよね、そうそう、ジャワの人だから余計さ、うん、分かんないじゃないですか、うん、そしたらうちのバリのお手伝いさんがいや、ここはこうしたいんだよねって、ちゃんと日本語で言ってんのよ日本語で言ってんのに、それを通訳するんですよ。すごいすごい。絶対分かってないよねと思うんだけど完成しました、ちゃんと。そう、ちゃんと完成するんだよね。すごい、あれ不思議と思って。不思議ですよね、やっぱ分かってるんですよね。でもなんかさっきの話に戻るけど、その旦那さんのテンションがフラットっていうところとかも、うん、なんかバリ人の人のすごいさ、いいとこでさ、こうなんていうの、白と黒の世界が一個だっていうのを分かってるっていうか、そうネガティブもポジティブもなくて、もうここのなんていうの、自分とつながるっていうか、神様とつながってるから、なんか心が平和っていうか、なんか人をジャッジメントしないとか、そういうのとかもすごい感じるよね。そうですね、やっぱ今日いいも悪いも共存して、ね、うん、そう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 、そう思います。え、そのヒンドゥー教のこととかもやってるの、ちゃんと、うん、一応毎朝私の任務として家のお供え物と、はいはいはい、家族寺 の、うん、お供え物はしてますね。やってるんだ、ちょっとお祈り。一応、いやでも バリ嫁的には全然やってない方です。でも満月の日とか、そうですね、あれは、ママがやってます。ママがやってくれるんだ。え、そういうのも言わないんだね、こう、そうなんかやんなさいとか。本当にラッキーなポイントの一つです ね、うんうん、普通になんかすごい強制されるじゃない。そうなんですよ、ね、宗教分かってないのにやりなさいやりなさいみたいな、そう、こうじゃなきゃダメみたいな。本当にそうなんですよ、まあ、そうなんです。一応ヒンドゥー教になったんですけど、うんうん、
あのもうママたちは理解すごいしてくれてるんで、うん、もう私は外国人だから、うんまあ、一応家の毎朝はやるけど、うんうん、あの大事な時満月とかは、はいママお願いしますということで、そうやっていい家族だね。でもお互いにちゃんとチェックして、うん、忙しそうだったら手伝う、手伝えることは手伝うけど、うん、みたいな感じで、なんでそこの強要っていうんですかね、うん、無理やりやってとかは全然なかったんで、いいお家に嫁いだよ、本当にラッキーでした。本当にラッキー。それ結構バリの人と結婚するにあたっての、うん、ちょっと、うん、なんだろう、嫌な人は嫌なポイントかもしれないですよね、結婚ね、ちょっと向こうの親もそうかもしれないですよね、なんだろう、お供え物作れないのっていう親もいるだろうし、そうそうそう、あそうなんですよ。そうか、じゃあもうこれから多分あの遠距離恋愛とかしてる人いると思うんですよ、うん、日本とバリと、で、まあ、コロナでももっと会えなくてですよね。でなんかもうコロナ開けたらもうすぐぞとか思ってる人もいっぱいいると思うんだけど、確かに確かにいると思いますね絶対。そういう人になんか最初に伝えておきたいアドバイスみたいなのありますか。うわー、なんだろうな。でも笑顔で、うん、ちゃんと見て言葉通じなくても、うん、その私はいつでも手伝えるよっていう、うん、なんていうんだろうな、準備ができてて、うん、もうそれだけで十分だと思います、うん、だからなんだろうな、そう、まず絶対笑顔があったら、うん、バリの人はもう全然確かに笑顔を振りまいて、うん、で何か困ってそうだなって思ったら、それお金の話じゃないですよ、うん、全然、うん、だからそのなんか忙しそう、掃除するの忙しそうとか、うんうん、じゃあちょっと自分もやったら、うんうん、まあ、それ日本人もそうですよね、うんうん、お互いにやっぱ気持ちがいい、助け合いができるだけでも十分だと思います、うんうん、本当に。そのよくあるお金問題とかは あった？そうですね、うちは実は旦那ともある種財布別なんですよ。ある種なんですけど、もちろんあの食事とかは、うんうん、そうそう、食事とかはあのお金とか自分の家族でしょ、はいはいはい、そうはやったりしますけど、うん、私普通に旦那にお金貸して、うん、返してとか言いますもん。大事だよ、あのうちもそうだよ、そう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 、貸す借り流だよ。そうなんですよ、だから、うん、まあでもかといってお互いに物欲あるわけでもないんで、うんうんうん、ないし、あの家族も、うん、バリ人って結構恥ずかしがり屋だと思うんですよね、はいはい、分かる。そうだから、そうそうそう、受け取んない人多いですよね。そうなんですよ、だからチェックとかも、そう、うん、お金の問題でトラブルになったことはないですよね、うん、それもラッキーだね。ラッキーです、本当に。なんか別のお家では親戚の、また親戚とか見たことない親戚が来て、小学校に上がるからお金出してとか、なんかそういうのも聞きますよね。あ、それはやっぱ宝られるっていうか、まあ、日本人にはお金持ってるから出すのが当然でしょうみたいな、確かに、なんかそういうちょっとあるじゃないですか。確かにね、あっち行ってて、なんかイスラム教でもやっぱあの富がある人があの貧しい人を助けるって当たり前とか、そういう、ね、教えがあるから、うん、なんかそういうので、うん、結構日本人はたかられちゃったり、ね、するパターンもあるから、そういうので怖くて結婚できないっていう人もいると思うんだけど、私はなんか、うん、多分その人本人のそれは引き寄せだなと思うんですよ、うん、そう思います、そう思います、なんかバリ人がみんなそうだとかじゃなくて、うんうん、そう思います、その子が騙されたらどうしようって思ってるから騙されちゃうし、うん、そう思います、そう思います、多分あやねちゃんの中にそういうなんか不安とか恐れがない、うん、ないから、なんか笑って過ごしてればなんとかなるさっていうので、そうですね、そういうのをこう引き寄せてないのかなっていうのをすごい感じました。あ、でもそうかもしれないですね、うん、なんかまず身なりが、うん、あのいいものをまず持ってないですよ、本当に、はいはい、ある種それも引き寄せだと思うんですよ、うん、あのそうだから別に私お金、多分みんなに聞いても、うん、私お金持ってるイメージって多分ないと思うんですよ、うんうん、そうなんかそういう、そうあの生活もしてないし、ね、してないですよ、そう、うん、だからそういう人を引き寄せてないのかもしれないとは思いますね。そうだね、そう、まあ、でもある種まあ日本人っていうブランドがあった、うん、あってお金持ってるってイメージがあるのかもしれないけど、うん、私の生活見てたらみんなそんなお金ちょうだいなんて言わないと思った。でもそれってそういうところじゃないですか、旅行とかも、うんうんうん、
よくね、いいものをあんまりブラブラしないようにしましょうとかあるんですよね。そういうことですよね。だから、わかるわかる。持ってると思わせたら、ね、やっぱたかってくる、たかってくるけど、みたいなね。まあ持ってないし、みたいな。もう持ってないし、みたいな。そうそうそう。いやでも、でも、ね、あっても断るべきだと思います、うん、そうだよね、うん、それで簡単な話だと思います。本当そうなのよ。なんか出しちゃうのも、うん、なんかね、そうそう、やっぱ一回それしちゃうと、うん、あまたそう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 、あの時はそうしてくれたじゃないとかなっちゃうからって思っちゃうし、それこそやっぱ引き寄せで、うん、そういう人が来ちゃうかもしれないから、うん、無理なものは無理で、離れたら離れたでいいと思うんですよね、うん、そうなんだよ ね、うん、ね、だからまあ、我が家も結構貸してみたいなこと来るんですよ、ね、ドライバーさんとかやっぱ大変じゃないですか、仕事もなくなっちゃって、うん、だからもう貸しても帰ってこないのも分かってるから、うんうん、もうあの 貸せないって、そうですね、もうあげるって、あげるってもうそうそう、もうそういう寄付っていうか、うん、寄付とかにした方が気持ちいいじゃないですか、うんうん、ね、とか仕事をあげるとか、そう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 、ね、だからそういうなんかそう、ドライバーとして使ってあげるとか、うん、なんかもうそう買い物行くときに使ってあげるとか、うん、まあ、そういうことで、うん、なんかもう貸さないようにしてますね、うん、あ、本当そう思います、うん、でも今ちょうど話してて思ったんですけど、もともと私日本にいるときは、うん、あんまりイエスノーって言えないタイプだったんですよ、うん、実はそうなんだ、そうなんだ言いそうなんですけど、うん、言えなかったんですよ、うん、やっぱ周りの人がこんな感じだったら、うん、あ、じゃあはいみたいな感じ、うんうん、でもバレに来たら、うん、自分が表現していいってことをすごく感じて、うん、そう、だからイエスはイエス、ノーはノーってきっぱり言える環境ってすごいいいなと思って、 それね、みんなほらバレに来て、うん、いいとこ悪かったところって、うん、聞いてるんだけど、うん、多くの人がやっぱ自分が自分らしくいれる、あ、本当そうだと思います、ね、もうそれが一番、うん、やっぱほら人目を気にしないでいいじゃん、本当そうです、ね、本当にそうです、もう誰も私のこと知らないみたいな、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、で誰も気にしてないじゃないですか、自分のことを気にしてないじゃん、誰も、そうだから別に何でもいいじゃんみたいになるんだよね、そうそうそう、本当にそう、あ、ね、それ本当にそうですね、そうで別にノーって言ったからって嫌われることもないし、うん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 、ね、別にそう、むしろイエスって中途半端に言った方が嫌われる時もあるし、そう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 、本当そう、できないことはできないって最初に言った方がいいですよね、うん、めっちゃいいと思います、人間関係がよくね、だから本音で向き合うじゃないけど、本当に思います、ね、そういうのはすごいあって、私はもともと日本にいる時からはっきりものを言う人だったけど、あ、すごい、でももうそれなおさらって感じ、うんうんね、今は今となったら別に何が悪いのって思うぐらい、本当ですよ、ね、そう、自分の意見は自由でいいわけじゃん、うん、そうですね、ね、そう、だからそういう、なんだろう、ちょっと自分を変えたいっていう人もバリ来るといいかもね、めっちゃいいと思います、うん、私もバリで変われたと思いますね、もともとやっぱりすごいハッピーだよ、ハッピーオーラが出てる、あ、本当ですか、嬉しいなんかね、うん、やっぱ日本がね、どうしてもそういうの、うん、それがイエスでもノーって言っても言える環境ばかりじゃないとやっぱり思うんで、それはそれでしょうがない、いいと思うんですよ、うん、でもバリに来たらもっとこう自由に開放的になれるんだよね、そう、そう、うん、なんかほら、どんなにいいことしてても、うん、なんかどんなにいい動画を作ってもバッドマークってつくじゃないですか、うんうん、はいはいはい、もうどこがバッドなのっていう動画にもバッドがついてたりするじゃん、うん、だったらさ、もう好き勝手動画やらしてって思わないなんかそうですねなんか確かに開き直るじゃないけど、うんうん、だっていいもの作ったって、うん、例えばさ、痩せても叩かれる、太っても叩かれるじゃあ好きな体重でいさせてよって思わない、確かにそうですよね、別に何でもいいんじゃん実は、本当ですよね、とか思って、うん、そういうのなんか気にしなくなったんですよね、うん、本当にそう、バレにいる人ってやっぱそういう方多いですよね、多い多い、うん、やっぱはっきり言うしそうそうそう、うん、あと人のことはあんま気にしてないし、気にしてないし、なんか陰口とか言わなくないですか、ほとんどもう目の前で言います、そう、目の前で言うそうそう、あれが好きで、好きです、すごい、あれしてますよ私、うん、結構目の前で文句言う、そうそう、でもそっちの方が気持ちいいですよ、ね、そうだ、うん、陰で言うと陰口になっちゃうから、うちょっと言うねっつって言ったからこうだよとかって言いますよ ね、だからうちの周りの友達は結構傷ついてますでも友達だからそうでもそう言われて嬉しかったって言われるんですよ、うん、やっぱりそうやって本音で言ってくれる人いないから、そうですよ、特に大人になるとなんか注意とかでもしてもらえなくなるでしょ、うん、なんかダメなとことか指摘してくれる人とかもいなくなって、うん、そうだから逆にすごい嬉しかったですとかって言われて、うん、あ、でも本音で言った方がなんか、うん、
なんか嫌われそうだけど実は人間関係が良くなるんだなと思って。本当にそう思います。そう、ね、しかもなんかやっぱいろんな人が、うん、バリ島にいるけど、うん、みんなやっぱそれぞれ芯がみんなある人が、はいはいはい、特に今コロナ禍だともうそういう人も多くて、うんうんうん、だからちょっと日本だったらこの人何でこんな変なことやってんのって思ってても、うん、バリ島だったら全然あこの人こういう感じの人だもんねとかってなったりとか、うん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 、いろんな人がいて面白いですよね。そう面白い、本当面白いよ、うん、白い。このねインタビューとかも、ね、めちゃめちゃ楽しい、うん、楽しいですよね。なんかこんな楽しいことができて私はもう多分移住してきて、うん、今が一番楽しいですよ。あ本当ですか。そう本当本当、なんか、うん、なんだろう、ただただ過ごしてた時もあったから、うん、なんかだからこういうなんだろう、バリに住んでる人のいろいろ聞くって、うん、面白いですよね。めちゃめちゃためになるし、うん、そう面白いし、うん、あなんかまだまだ自分もやれることいっぱいあるなとか、うん、なんかいろいろ思うわけよ。本当に本当に。そう、うちも今コロナ禍になってしまって、うん、まあ、なかなか生活、みんなもそうだと思うんですけど、うん、生活していくのが厳しくなってきたので、うんうん、あの旦那が漁師を今やってて、うんうん、で自分で潜って魚をついて取ってるんですけど、うん、すごい、素潜り、素潜りですよ。スピアフィッシングっていうのをやっててすごい。で旦那のお父さんは釣りをやってるんですけど、うんうんうん、やっぱこの辺って漁師の仕事が多くて、でものすごいでっかい魚取ってくるんですよ。で今コロナになってしまったから私もちょっと旦那のお手伝いもしてて、うんうんうん、であのよく最近はあのマーケットとかもやってるじゃないですか、ね、うん、でそういうので出店させてもらうと、うんうんうん、あバリ島ってこういう人たちも住んでたんだってのがすごいあって、今までは仕事でしか付き合って、うんうん、仕事やってる方とかとやっぱ付き合ってたんで、マーケット行くと本当にいろんな人が住んでて、いらっしゃいる、でかつそこからまたこうつながれて、うんうん、なんか面白いなって本当に私も思ってます。本当に面白いですよ、うんうん、皆さん個性的というか、うん、本当に面白い、うん、いろんなねチャレンジをしてる人多いですよね。多いですよね。そうそう、だからなんかなんだろう、日本で暮らしてなんか日本だとこうルーティーンじゃないですか、うん、こう会社行って家帰って寝て、うん、また会社行って、うん、本当に本当にそれは病んじゃうなと思う、ね、なんかこっち来てると余計さ、あどうして私日本でどうやって暮らしてるのか逆に思っちゃうぐらい。確かに確かに。えよくあんな期間日本に入れたなって逆に思うぐらい。確かに。なんかもう戻れないんですよ、ね、あっちの、ね、日本の生活に。私もバリクラブでもともとコロナじゃなかった時はちゃんとあと8時間会社でデスクで仕事してたんですけど、日本と同じように、でも働き方がやっぱ全然違う、違うよね。同じ8時間でもやっぱり途中であのガゼボっていうあずま屋でちょっと昼寝してみたりとか、そうとかあの先輩とめちゃくちゃ喋ってご飯食べたりとか、あもう休憩1時間やったとか2時間やっちゃったねとかっていうのもあるし、やっぱ同じ時間でも働き方が全然違うのはストレスに、ね、ならないので、なんかこう変な決めつけとかもないし、ないです、ね、みんなのんびり、うん、ね、なんか沖縄タイムじゃないけどそういうバリタイムみたいなのもあるよね。ありますよね、やっぱりバリタイムありますね。まあ、最初はストレスだったけどそれが時間通り来ないとか。そうですね。でも今となったら、うん、自分も遅れても怒らんないわかりますわかります。なんかそういう風に、ね、うん、慣れてきちゃう、ね、慣れてきますよね。もう一番のピンチっていうのはあった？ピンチか、ピンチはもうこう日本に帰ろうとか思った瞬間とかそうですね、帰ろうと思った時はないですね、うん、ない。でもまあ、うん、例えば今がやっぱ厳しいですけど、うんうんうん、まあ、それでもこうやって雇用してくれる会社があったりとかで、うんうんうん、まあ、自ら帰らなくてはいけない状況にはなったことはないですね。ね、まあ、でもそんな長く、ね、うん、まだ 4,5 年しかいないんであれですけど、うんうんうん、そうまだないですね。どうなんだろう、ピンチか。何も病気とかもしないで。病気もないですね。デングもなく、ないですね。全然健康体で。やっぱね、多分あやちゃんのその引き寄せなんですよ。うん、ああ本当ですか。いや本当思うよそれも、なんか私たちもデングとかなったことないけど、なる人は何回もなるじゃないですか。そうですよね。確かに確かに。そう、そうなの。じゃあもうピンチもなく、トラブルもなく。
何がピンチだったのかも分かんないぐらい、ね、ピンチも忘れちゃうんですよね。そうでもだから強いて言えば、うん、住む前に、うん、まだ日本で働いてた時に、うん、あのパスポートなくしてあの帰れなくなって、うん、で職場にすいません、うん、あのパスポートなくして帰れませんなのでちょっと休み増やしてくださいっていうのピンチはありました。それぐらい住んでからは本当にそれでもラッキーだよね、まあ、ラッキーだったんですけどその後会社行くのめっちゃ気まずかったですけど、まあ、確かに確かに住んでピンチは本当にないですね。なんでなんだろう、いやそれは多分ね、あやなちゃんが、うん、ハッピーオーラを出してるからですよ。そうですね、なかなか周りにもやっぱ恵まれてたんでしょうね。本当にここまでなんか順風満帆に来てしまって怖いですね、逆に。でもね、怖がんないでいいんだよ、うん、そんなのもう、ね、ハッピーな世界で生きるって自分が決めたら、うん、なんかそういう世界で住めるじゃないですか。そうですね、うん、でもまあ自分の基準がこれぐらいだからかもしれないですね、うん、確かにだってもしかしたら例えば家が欲しいとか自分の車が欲しいとか、うん、レンジとか冷蔵庫、うん、あじゃないとかね、うん、洗濯機欲しいとか、うん、こんな生活嫌だと思ってたら、うんうん、あのストレスになってたかも、ね、ストレスかもしれないけど、うん、もう今これで十分だと思ってるんで、確かにお金があったら欲しいですけど、うんまあ、なかったらなくていいみたいな感じですね、うん、あそれ一番いいんですよ、うん、そのなんだろう、よくみんなこう願いを叶えたくて、うんうん、例えばお金が欲しいとかってさ、うんうん引き寄せようとかするじゃん、うん、でもそれって叶わないんですよ。あ、そうなんだ。そう、叶わない。なぜかというと今ないっていうオーダーなんですよ、うん、あ今ないから欲しい、うん、今ないから欲しい捨てて宇宙は今ないっていうのを現実にするんですよ、うん、だからあやちゃんみたいに、うん、あったらあったでいい、うん、なかったらなかったでいいっていうのが一番いいんですよ。嬉しい、よかった。めちゃめちゃ多分それは旦那さんがこういつも感情がフラットだって言ってるのと一緒で、うん、どっちでもいいみたいなところにいるから、うん、多分それが伝染してんだと思う。あ、ね、それはあるかもしれないですねでも本当にだって昔の自分だったら本当に考えられないですね、うん、なんか、ね、昔はいい化粧品が欲しいとかブランドのバッグが欲しいとかありましたけど、そうそう、あ、それもみんな言う ね欲がなくなるという、それありますね。断捨離、ねね、バリにいると断捨離できます。すごい。そう、確かに確かに最低限のもので暮らせるから、うん、そので逆にさ、いいものを持ってると変なのよ。あ、そうですね、変なの、もう違和感でしかない。確かに確かに、なんかブランドバッグとか持ってたら違和感でしかないから、うんうん、確かに確かに、だからなんかもう全部あげちゃいました私、今こうパサールバッグですよね、150円とか。すごい。いや、そうなんですよね、うん、だから自分の価値がどんどん変わっていくっていうか、うん、私すごい面白いなと思ったのが、うん、自分が持ってたディオールの化粧品をもう使わないから、うん、弟の嫁にあげたんですよ、はいはいはい、そしたら ありがとうってもらうんですけど、うん、日本人がもらったら普通、うん、ディオールやったみたいになるじゃないですか、うん、この辺の人ってディオールわかんないですよ。わかんないよ。そう、じゃあ私これなんだろうな、じゃあグッチのなんとかですってもうわかんないですよ。わかんないわかんない。それ衝撃で、いや私こんな高いお金払って買ったんだよって思ったんですけど。価値を分かってくれ。そう、あ、だから価値ってそんなもんなんだなと思って。そうなの、そうなの。本当にそうなの。本当に本当に。なんか結局あれって、うん、自分がどう見られたいかで持ってたんですよ。うん、そうそうそう、本当にそう。だから自分が内緒っていうのは、うん、そういうのを持って。うん、あ、なんかお金持ってる人って思われたいとか、確かに確かに、なんかそういうので持つものだから、うん、なんかね、うん、そういうのがいらなくなるってめちゃめちゃ楽だよね。そうですね、もういろんな意味で楽です、ね、本当にもすごい楽だって。同じ服着てても別に誰も何にもないし、本当に本当に一年中 B さんでも誰も何にもないし、そうですね、本当に本当にそうそう、そういうのがね、まあバリ島移住して良かった点だよね。良かった点ですね、本当に、ね、逆になんかこうデメリットみたいなのある？もうないと思うけど、いやでもみんなに聞いてるからね一応ですよね。デメリットもでもいろいろありましたよやっぱり、うん、あの最初の頃は。そうですね、うん、ちょっとこれ使えるかどうかわかんないですけど、あのその最初1年ぐらいブラブラしてた時に、まあやっぱちょっといろいろやってみようっていう話があって、はいはい、ちょっとホテルとかに、うん、研修みたいな感じで、はいはい、ホテルのホテルじゃないですけど、まあ、ホテルのサロンとかいろいろあったんですけど、
でその時にやっぱり自分がこういう生活をしてるんで、職場がすごいいいところだとやっぱ最初ここも土だったんですよ、下が地面が。あ、そうなんだ。なんでタイルじゃなかった。タイルじゃなかったですよ、今リフォームしてこれですけど、昔もっとボロボロ で、でだったんで、じゃあいざホテルで5つ星ホテルに行こうと、働こうと思っても、自分のなんか見たっけと合ってないんですよね、すごい。だからでもホテルで働くには綺麗なファッションで行かないといけないから、靴とかもいいものもあったんですけど、行ってもやっぱここら辺で汚く砂だから泥だらけになるし、でなんかいっぱいと住んでるから、物があのなんか汚れちゃったりとかもするんで、で毎回やって毎回やってて、あ、なんかこれはなんか合ってないのかもしれない自分にと思って、だからまあ違和感をすごい感じたんですよね。だからそうなんだろうな、本当にすごいギャップを感じたんですよ、すごい。で今のバリクラブの会社はもうそういうローカルの人の生活もあの受け入れているすごい会、なんだろう、もう尊重している会社なんで、なんか B さんでもちろん出勤もしますし、あ、そこまで無理してない、自分が無理してない感じもちょうど良い感じがあって、そのだから1年のその期間の時は結構いろいろありましたね、本当に。自分にも合ってない、いいお給料もらうにはいいところで勤めた方がいいけど、そうでも自分に合ってない気がしていろいろ申し訳ない気持ちにもなるし、そうでもよかったね、そこで無理やりさやってたら、なんかもうちょっと病んじゃってたかもしれないよ。そうですね、もう多分病んでましたね本当にね、自分らしくいれないと。そうなんですよ、住めないねこの島。そうですね、あ、でも本当にそうだと思います、ね、やっぱりその時無理してたんで、限界がやっぱあったかもしれない。今だったらもう全然何もちょうどいい、ちょちょっていう感じですね。よかった、でも本当バリクラブさんがあって、そうね、ありがとうございます本当に。あの概要欄にね、あの YouTube 貼っとくんで。ありがとうございます。あ、そうそうそうだよね、あのルームツアーやってるよね。やってました。じゃあこの、あのあやねちゃんのお家はそのぜひルームツアーで見れるんで、ぜひぜひ、あの下にね貼っとくんで見てください。ローカルのお家はどんなところかなとかね、みんな気になると思うんだよね。そう、あれも意外と、あの妊娠中だったんで、あんまり外出れないんで、じゃあ家と撮ってみるかってノリで撮ったんですよ、そしたら今5000回ぐらい再生されてて、すごい面白かった。私も見させてもらったけど、本当冒頭でも言ったんですけど、これ誰が気になるねんって思ってたんですけど、いや気になる、気になる。逆に行けないじゃん。そうですよね、なんか日本人の、まあどっちかが、ね、インドネシア人のお家とかも行ったことないよね。本当ですか。そう、うちらね、うちに来ちゃうのよみんな。行きたいですもん。あ、行きたい行きたいですもん。今度ルームツアーしましょう。じゃあそうそうそう、だからね、逆に人ん家行ったことなくて、あんまり。本当嬉しいです。もうだからああいう動画嬉しいです。ああ、よかった、でも本当にバリ島にいる人みんな、結構理解してくれる人多くて、私もそうなんですけど、みんなうちに来てくれるとよく楽しかったって言ってくれるんですよ。賑やかで、なんかみんなウェルカムじゃん。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、それがすごいいい。すごい面白いですよこれ見てると、じっくり見てると、子どものコミュニティは子どものコミュニティで友達連れてきて、で、あの兄弟3人いるんですけど、3番目は3番目、真ん中は真ん中、旦那は旦那、お父さんはお父さんみたいな、それぞれ年代の違う人が一緒に喋ってるんですよ。すごいね、面白いです。だから大人数なんだね。面白いです、めちゃめちゃ面白いです。すごいね、なんか常に人がいるっていう感じで、ほぼ毎日います、ね、寂しくないね。それも多分好きだったんでしょうね、きっと、ね、でそれがさ、逆にストレスな人もいるじゃん。あ、そうですね、そうですね、そうだから向いてるんだよ ね、まあ、最初その日本で働いてた時は東京で一人暮らししたんですけど、その時やっぱそれからの大勢暮らしなんで、すごい今の方が楽しいです。やっぱ寂しくないですね。そうだよね、本当なんか良かったね、いいところに本当に本当に。でも日本のお母さんは一回こっちに来たことがあるんですけど、どうだった？びっくりしましたよやっぱりでもなんか楽しそうでいいねって言われました、楽しいよ、こんな生活ね、なかなかできないよねって、なんか結構文句が多い人の方が多いから。そうですよね。そうだから、でもそういう文句も私聞いてみたいのね、なんでそういうふうに思うのかなとか、そういうのも聞いてみたいけど、でも未だまだいないね、なんかインタビューした人の中には。
まあ、でもやっぱりここもまた最初も言ったんですけど特殊な島で周りも親戚だらけなんで、うん、やっぱ噂とかはすごい早いですよやっぱり、はいはいはい、うん、早いね、早いです。悪いことできないね、悪いことできない。ちょっとでも変なことあるとすぐ噂になるっていうのはまあある種デメリットかもしれない確かに、うん、それはそうだね、うん、まあ、でもそれはその言葉があんまり分かんないでカバーできるんで、うん、あ、確かに確かに、何か言われててもね、そうなんですよ、だから、まあ、気づかなければね、うん、そんなに、何もないから、うん、まあ多分私の噂回ってるかもしれないですけど気づかないですそうか、面白いですよ。いやまあでもトータルしてもうハッピーなことしかないね。そうですね、もう本当にデメリットが浮かばないですね。ね、うん、ちょうどよかった。珍しいパターンだよ。珍しいパターン。私だから友達みんな家に呼びたいんですよ。ここは本当なんかいいオーラがあるよね。なんか超ドローカルだけどでもすごいいいオーラが。そう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 、もうハッピーオーラがなんか充満してて、みんなね、うん、笑顔でウェルカムだし。そう、昔あの面白いことがあって、うん、こうやってもういっぱい今日も人多いんですけど、うん、誰か一人入ってきてみんな誰かの友達の誰かだと思ってたんですよ、うん、その人が、うんうんうん、後から帰ったら誰の知り合いでもなかったっていうことある。怖い怖い怖いそうありましたありました。え、逆にじゃあ泥棒とかそう大丈夫なん？あ、泥棒は絶対ないですね。ないんだ。もうこれ玄関も鍵とかもないですけど、うんうん、この島で悪いことしたら、うん、もう一発で、うん、みんな来ます。すぐに分かっ、もう、え、じゃあもう島外の人が侵入して悪さをした時なんかには大変なことになる。もう大変なことになるもうしかも島なんでね、そう、すぐにもう捕まるというか、うん、ボコボコにされます多分。すごいね。そうだから、もう、え、鍵閉めたことない？ないですねいや、うちらも最初の頃開けっぱなしだったんですよ、はい。そしたら周りの人が危ない危ないとか言って、あ、え、そうなのみたいな感じで、うん、あ、でも鍵はやっぱ閉めた方がいいと思うんですけど。そうなんだね。ここはやっぱ特殊なんで、もう本当にね、守られてんだね、知り合いだらけで、ね、うん、隣も隣も全部親戚なんで、うん、知らない人入ってきて気づかなかった。そうすごい。しかもその人虎の顔を売りつけてきたんですよよくわかんないですよねいろいろカオスなんですよ。カオスだわ、うん、確かにカオス。でも本当にローカルの生活して、うん、なかなかじゃあ嫁に来て、うん、一緒にじゃあ住んでみましょうよ、おすすめですとは言えないですけど、うん、あのそれはタイプがあるじゃないですか、うん、だからまあ言えないですけど、うん、でも一緒に住むことで、うん、バリの文化を無理やり感じれるんで、うんうん、確かに、あ、今日はこれやってるな、今日はこれ見てるだけで分かるんで、それめちゃめちゃいいですね、やっぱり。なんかもうあやねちゃんホームステイとかしたら、ホームステイ、あ、うん、ここはですよね。あ、確かに。ローカル体験のホームステイ。いや、本当おすすめしたいですけど、うるさいんでね、うん、寝れない人かわいそうだな。まあ、神経質な人はお断りということで。でも一回やったことあって、うん、友達を、うん、あの一人、男一人の人なんですけど、うんうんうん、ここの家一泊500円で。うん、安っ。やったんですよ、本当に。あのでちょうど釣り好きの人だったんで、釣り合宿みたいな感じで。やって、でもあのシャワーとトイレ、あのキッチンとか全部共有ですよ、うんうんうん、やったこともあります。多分いいんじゃない、なかなかそういう体験できないから確かに。でもネズミ出たりとかしますけどねそれはどこの家でもだよ、うん、どんないいとこ、いいビラでもネズミは出る、うん、ね、しょうがない、それは。 そういうのね、もう虫とかダメな人はね、もう最初からお断りして。そう、でも私も虫ダメなんですよダメなんだ、いまだにダメです。え、ここにあの羽ありの時期とかすごい。あ、すごいっす隣もね、ゴミ処理場なんで。あ、そうなんだ、ね、そっかそっか。すごいっす。ゴキブリが出た時に、うん、叫んで隣の人が駆けつけたことある、うん、何事だみたいな。そうで、ゴキブリって言ったらもうなんだよみたいな感じで。すごいね、でもセキュリティなんだね。あ、もうそう、近所が。すごい、なんかあったらすぐに。いい、なんか昔の日本みたいなね。あ、本当にそうですね。なんか助け合って、うん、今じゃね、本当マンションの隣の人でも挨拶しちゃ危ないとかね。本当そうです、本当にそうです、本当にそうです。ね、ちょっと変な日本になっちゃったよね。ね、本当に。私もその東京の時は本当そんな感じでした。隣誰がいるか分かんない、ね、あんまりね、挨拶しちゃいけないとかさ、うん、なんかちょっとどうしちゃったの日本って思っちゃうよね、うん、なんかだからバリに来て、うん、なんか本当そういういろんなことを学べてね、うん、私は本当に良かったなと思うし、うん、なんか
本当この良さを伝えたくて、うん、ハッピーリゾートライフっていうのをやってたけど、うん、でもなんかいい面ばっか見てたらさ、うんうん、がっかりするじゃん。確かに確かにそう、そうですね。そうだからなんかそういうね実はっていうこう、まあ、住んでみるとこういうこともあるよっていうのをみんなに知ってもらいたいなと思って、うんうん、そうこのチャンネル始めたんですよ、うん、またこう住むのと仕事をするのだとまたちょっと違くなりますもんね。例えば仕事で困ったことなんて多分みんないっぱいあると思います、うん、まず就職できないし、できてもさっきも言った時間通りじゃなかったりとかいろいろあるから、仕事するとなるとやっぱりいろいろ自分もそれなりになんていうかに忍耐強くいろいろやらないといけない、まあ、住むだけだったら、うん、あとは自分がどれぐらい受け入れるかっていう感じですよ ね、うん、そうだよね。合わせていけるかとか。そうだね、まあ、日本はこうなのにっていうのは使っちゃいけないですね。そうですね、パリに住むんだ。そうですね、まあ、でもそれが例えば日本の私みたいに観光業、うん、お客さんが日本人だった場合は絶対それはやんないといけないじゃないですか、うん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 、確かに ね、うん、そう仕事だったらでも住むんだったらそれはいらないかなとは思います。そうなのね、やっぱパリのルールで、ね、うん、従って住むだったらそうだ、ね、そうね、尊重して、うん、そう、そうだから決してなんかよくあのバリの男性とかはあんま仕事しないみたいなイメージもあるかもしれないですけど、ね、でもね、そうでもなんか仕事しないわけじゃないけど、うんうん、そのスタイルが日本と違うだけっていうか、確かに勤勉スタイルが違うんだよね。そう、そういうことですね。毎日釣りやっててもすごい一生懸命仕事をしてるんだよね。そう、だけど日本から見ると、毎日遊んでるみたいな。そう、そういう感じですね。だから仕事はしてる。してる。そう。だからそれが、そうですね。だから日本人のお客さんを相手にやるんだったら日本のスタイルでちゃんとやらないといけないけど、うん、まあそうじゃなかったらまあバリスタイルで。そう、 そういうのもね、うんうん、そう理解するっていうことかな。そうですよね、お互いを理解するっていう、ね、うん、夫婦円満の秘訣。あ、それもありますね、それだよね、うん、そう、あとはやっぱね、なんだろう、そうああいう感じで適当に流してもらえる人の方がいいかもしれない、うん、もうあやちゃんを否定したりもしない、ね、全然しないです。すごい人や、イケメンだし、しかも、ちょっと撮影しとけばよかった、今もういないの。あ、今いますよ、帰ってきました。あ、いいじゃん、うん、ちょっと後で、え、うん、あ、撮影した、あ、あ、あ、じゃあ後でそれ貼り付けとこ う、イケメンの、イケメンは、そう、ぜひ、ぜひとか言って、魚赤ちゃんもめっちゃ可愛いもんね。可愛い、太陽可愛い、すごい、なんであんな可愛い、くりくりでもで、あれ、あの彼もいろんな人にも人見知りしてないんで、うん、そうだよね、しようがないよね、しようがないあの気づいたらどこにいるか分かんなくなってる時ありますね。確かにそうそうそう、確かに、あ、ちょっと連れてきてくれるかな、うん、彼もちょっとみんなに紹介したいな、うん、今何か文句あるか聞いてみてもいいかな。ちょっと彼に登場してもらいます。お魚大丈夫？大丈夫。あ、ごめん。はい。はい、大丈夫。そうそう。はい、どうぞ。はい。あ、あ、そうです。あ、じゃあこれいい、うん、これ、はい。じゃあちょっと。ちょっとね。はい、私抜けて。あ、いや、一緒一緒。ちょっと旦那さんにも質問したいんですけど。名前は？お名前は、はい、私はジャムです。ジャムさん。ジャムです。ジャムさんって。ジャム、珍しいね。あ、ニックネームですけど。ネームだけど。ニックネームね。でも誰も本名を知らないです。本名は誰だっけ？岩山リアナ。自分も。ジャムさんはじゃあ、あやちゃんのどこが好きって結婚したんですか？可愛いから。可愛い。優しいし。やだ。可愛い。優しいし。え、嫌なとこない。まあいきなり怒るときは嫌だ。いきなり怒るんだ。なんで違うの。いきなり怒ります。どんなことで怒るの。でも本当ちょっとしたことだよ、ね。そうそう。分かんない。俺家帰って、うん、もうそのまま怒るときはあるから何言ってんだよ。電気つけっぱなしとか、そういうちっちゃいことだ。ほんとちょっちゃいのやつ、いいね、それだけのかな。めちゃめちゃ仲いいやん。そうかな、うん、今日も喧嘩しましたけど、ね、何の、え、そうそうそう、だって昨日それ学校できるとか、できたよ、できるよって言って、で朝私なんかリオ行く前に、ね、うん、お前まだいるじゃん、これ。だってそうでしょ、学校行っちゃう。なんで怒ってんのみたいな。何言うの、
自分でできると言ったのに何気ないことで、あ、そういうことね、やったやらないみたいな、平和だ、平和で、本当にもう平和すぎるわ、ね、いいわ、みんなほのぼのするんじゃない、この回見てそうかなどうかな、でもこれぐらい普通に喋れるんで、本当に楽ですね。え、日本語はどこで勉強したの、自分で、自分で、すごい、なんか聞いて覚えて聞いて覚えて、で知らない言葉あったら、うん、手で書いて友達に、ちょっとこれ何みたいな、すごい、と昔ヨシさんっていう人がいて、うん、あの人からいろいろ教えてもらって、うん、日本語、そうなんだ、すごいね、よかったね、これからは分かんない、どうなるか分かんないよね、あのでもこれ単発じゃないんで、あのその後のあやねちゃんっていう、あの追っていくんで、マジですか、やばい、どうする、はい、別居しましたそういうドラマもね、みんな楽しみにして楽しみにしてというか、ぜひ追ってください、ね、第2子の誕生とか ね、 あね、そういうのもね楽しみにしてますので、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、でこのあ、マイクも戻ってもらっていいですか、うん、すいません、で、この番組は、うん、お友達をね、紹介してもらってるんですけど、誰か、面白そうな、どうしよう、人生を送っているお友達いますか、いっぱいいるんですよね、あ、いっぱいいるんだ、まあ、じゃあ、悩んで、後で教えてください、ね、もし、その方がいいってコンタクトしてもらって、はい、OK です、出演が OK だったら教えてください、はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じでもう1時間ぐらいね、ちょうどね、ちょっと長くなっちゃいました、とんでもないです、すいません、今日はありがとうございました、ありがとうございました、また、この番組が面白かったらチャンネル登録といいねボタンとあとコメントぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます、Kacau, ah, kacau, 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 kac